ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。高齢者のモチベーションアップして光り輝く高齢者になろうという情報を配信しているところでございます。今日は2024年7月の今日が13日土曜日です。今日は和田秀樹さんの75歳からやめて幸せになることというのをね、お送りしたいと思います。今までやってきましたのがね、第1章今までの健康法をやめる、第2章が我慢することをやめる、第3章が医者の言いなりをやめる、第4章が脳を使わない生活をやめる、そして今日は第5章のイライラくよくよをやめるに入っていきたいと思います。まずですね、これがいきますと、第6章第5章ですね、イライラくよくよをやめる、行ってみたいと思います。その第1話、人生は下り坂だと思うのをやめるか。いいですね。75歳になったらもう人生にはいいことなんてない、この先はゆっくり下り坂を歩いていくだけだ、そんな風に考えていませんか。でも人は死ぬまでピークを迎える可能性を秘めています。いいですね。人は死ぬまでピークを迎える可能性を秘めています。人生100年時代を幸せに全うするためには、人生のピークをできるだけ先に設定するという発想が重要となります。何をピークに設定するかは人それぞれです。確実に言えるのは、目標を設定しそれを実現した時、人は人生のピークを迎えているということです。漠然と生きていると人生の目標は達成できません。大切なのは、自分が残りの人生で何を試し遂げたいかを考えることです。はあ、目標は90歳まで現役で仕事を続ける、作家デビューする、世界一周旅行をするなど何でも構いません。また目標は一つとは限りません。私は映画監督としても、物書きとしても、精神科医としても、家庭人、社会人としても、ずっと続けていきたいという目標を持って生きています。自分で目標を設定し、目標に向けて楽しく努力しているとき、人は生き生きと輝けます。今さら目標なんてダメに決まっているなどと考えずにトライしてみましょう。元気な75歳にはまだまだ時間が残されています。いいですね。些細な目標でも実現することが大事。目標は壮大なものでなくても大丈夫です。毎日読書を続ける、自分の足で散歩を続けるなど、些細なことであっても目標を立てて実現させる行為を繰り返していれば、人生のピークはどんどん後ろにずれていきます。自分の人生を常に上書きし、ベスト記録を更新していくようなイメージでしょうか。というのはね、これ私好きなのが、日々新た破り続けろ自己新記録って好きな言葉ですが、ベスト記録を更新していくようなイメージでしょうか。退屈な余生をあてもなく過ごすか、人生のピークを先に持っていけるか、全ては自分の考え方で決まります。ぜひピークを目指す楽しい人生を送ってください。もう一ついきたいと思います。ちょっとここで水です。
次は意欲の老化をやめる。人の老化は知力や体力の衰えではなく、実は意欲の衰えから始まります。物忘れが激しくなった、昔の俳優の名前が思い出せない、暗算で答えを出すのに時間がかかるようになった、というのが知力の老化であり、階段を上がるとすぐに疲れる、歩くスピードが遅くなったなどは体力の老化です。これに対して意欲の老化は、これをやってみよう、頑張ろうというモチベーションが低下する状態を指します。かあ、私はモチベーション上げようって言って、この意欲の老化をね、防止することを毎日やっているわけですが、高齢者の多くは知力や体力の衰えを揃えています。特に記憶力の衰えを怖がる傾向があります。物忘れが続くと認知症かもしれないなどと不安になり、せっせと脳トレを行ったりします。しかし本当に恐るべきは記憶の衰えよりも意欲の衰えです。かっこが重要ですね。人間の体力は知力や体力を司る器官よりも意欲に関わる脳の前頭葉の方が先行して衰えます。前頭葉の働きによって私たちは物事にチャレンジしたり、上手に感情を切り替えたりしているわけですが、それができにくくなるわけです。楽しいことをして前頭葉を刺激する日々を、逆に言うと前頭葉が老化すると無気力になり、人間らしい生活を送れなくなっていくということです。コロナ禍では若い世代の人たちはしばらく行動制限を経験しても再び行動的になることができました。しかし70代後半にもなると、一旦動かない生活を続けた結果、行動する意欲が失われてしまいます。行動しないと頭も体も使いませんから、結果的に知力や体力の老化も一気に加速します。つまりまずは前頭葉の老化を食い止めることが先決です。自分にとって楽しいと思うことをやるというのがポイントです。楽しいことをして前頭葉を刺激すれば老化に歯止めがかかります。意欲を保った状態で70代を終えれば元気な80代が待っています。意欲の老化をやめる、モチベーションをアップするというのは、私今毎日やってるんですけども、どうでしょうか。皆さんもなんかモチベーションが意欲上がる目標を設定してはいかがでしょうか。いや、設定してる方、それをどんどん磨いていこうではありませんか。今日もモチベーションをアップして、今日も前進、前進、また前進といきたいもんですね。 OK よ。